さあ準決勝2本目ですね。竹下選手の先手でスタートです。今マリガンチェック中ですね。マリガンなしと、さあここで先ほどの X1 で X1 で置いてきましたね。でかなり動きが、そうですね、制限されてしまうのではないかと。ソナカサラさんはブヤティアは入れているのかな。そうですね、ないんじゃないかなと思うんで、入れてないとやはりかなり厳しいですか。そうですね、特にもうこのタイミングで置かれてしまうと、うん、ほぼ軽量ドロースペルは全部カウンターされてしまうので、まあ、焦点を貯めるのにはあのキャストで十分なので、そこは問題ないと思うんですけれども、スタックで打ちました。で、焦点引きましたね。そしてこちらのから、竹下さんハンドに。仕組まれた爆薬を持っているいますね、はい、コインの中の存在も焦点も2マナなので、はい、これは一転して竹下さんかなりいい感じですね、うん、そうですね、うん、竹下選手はまあ結局スケープシフト7個並べてスケプシュート打つまでの時間を稼げばいい、うん、そうですね、といったところなので、こういった原則はかなり有効ですよね。しかも、竹下さんのリストだと白日の元にが入っているので、うん、なるほど、まあ、実質スケープシフトが、うん、まあ、待ち、まあ、その白日の元からにからも持ってこれる分で、うん、まあ、かなり引く確率は高いので、うん、ここでこれの中の存在キャストしていって、桜坂の長老はい、続いて、ただいまですねワールドマジックカップ2016東京戦の準決勝をお送りしております。解説には先ほど先日ですね大阪予選突破しました有田健人選手をお呼びして解説を行っていただいております。ここで職員帰宅シェア派の調査を空打ちと言ってもいいですね。あ、これは打ち消されるんですが、ちょっと手札が 見せてしまった感じですね、うん、さあもう打ち消されるけど、うん、さあもう一気にキャストして7-8でアタックしていきます、はい、焦点出すよりも、もうひっくり返るという選手しました ね、 そうですね。さあこれで一気に7点パンチ、サラシャス強引に来ましたね、この強引ですね。ここで高橋選手の竹下選手のターンですね、うん、ここは
その仕組まれた爆薬を、うん、未開の狩りもあるのでそちらを打とうかなと悩んでるように見えますね。そうですね。しかしこれ未開の狩りを打つとちょっと分からなくなってしまうんですが、ここは仕組まれた爆薬を設置して、ここでアタックするんですが仕組まれた爆薬で破壊されます、うん、で改めて設置と。そうですね、でさっきのひっくり返るのに気に反動を使ってしまったので、うん、そうですね、ちょっと溜めづらいかもしれないですね。そうですね、改めて2回の狩り森を2枚持ってきますね。そして手札には白日の元にがあるので、うん、おそらく次のターンで決まりそうと。そうですね、うん、フラッシュバックで、うん、そしてカウンター1個食べていく。そうですね、助けましたね、はい、ここで竹下選手が取り返して勝負は 1-1 と、うん、勝負は3本目に持ち込まれました。そうですね、ちょっと今